こちらのトヨタ自動車のブースです。ここはこれまでトヨタ自動車で取り組んできましたスマートグリッドの実証実験をベースにして、今年の1月の末にプラグインハイブリッドを発売させていただきましたので、それの周辺の技術、開発して実際に商品化しているものの紹介と、それからそれに伴うサービス、さらにこちらにありますスマートモビリティパークということで、これから その街づくりのために貢献できないかということで、コンセプトとして出させていただいております。向こうブースの向こう側がですね、家、それから少し回って車、そしてここがモビリティパークということで街をイメージしております。家の方ではスマートハウスということで、トヨタホームの方から発売させていただきましたスマートハウスを展示しております。こちらではヘムスということで、家の中の電力状況が見えるものを商品化しておりますので、それを展示しております。さらに HCV マネージャーということで、これはプラグインハイブリッドを市販させていただきましたけれども、それをご購入いただく際にですね、この機器をご購入いただいて、いわゆる車の充電に電気を使いますので、その時に電力量が増えた時のブレーカー落ちを防ぐとか、あるいは電力の状態が見えるようなサービスということで、スマートフォン、あるいは家庭のテレビを使っての電力マネジメントコントロールもできるようにしております。でさらに右手に向かいますと、プラグインハイブリッドのサービスでドライブサポート、プリウスドライブサポートの紹介をしております。こちらでは車の電力状態、バッテリー状態とか、それからお客様がコミュニケーションを図れるようなスマートフォンを使ったサービス、こういったものの展示をしております。そしてこちらスマートモビリティパークですが、実証実験の中でいろいろ開発してまいりました風力発電、あるいは太陽光を使った発電、それで電気を作る、そして真ん中にあります G ストレージ、こちらに電力を貯めて、でそれを車、あるいはこちらにあります電動バイク、アシスト自転車などの充電に使うということで、ここの中でいわゆる自然エネルギーを使った充電ができるような仕組みにしております。でさらにはこのバイクなどいわゆるモビリティを使ってですね、ここからいわゆるシェアリングのスポットということで、ここまで車で来ていただいて、そこから街乗りのコミューターを使っていただくとか、そういったサービスにつなげるような仕組みを提案しております。こういったものが実際に街中にできるようになれば、新しい街づくり、それから自然エネルギーを使った、環境に優しい、モビリティパーク、あるいはサービスにつなげていけるんじゃないかなというふうに考えております。